こんにちは、シークエンサイトモです。今日はですね、僕が今まで見聞きしてきた知識、そして僕が体験してきた幽霊ごと、これらの集大成、いわゆる YouTube の一個の集大成的なお話をしたいと思います。霊の正体、幽霊とは何なのか、どういう存在なのかというのをお話しするチャンネルというのがこのチャンネルの基本軸ではあるんですけれども、他にもね、幽霊が見える方だったりとか、見えないけど恐怖体験したよねっていう方だったりとか、そういう人たちの話を聞くことによって、やっぱり僕の見えていない世界だったり、理解が及ばないところっていうところの知識もたくさんたくさん YouTube のおかげで入ってきたわけですよ。さらにいろんな作品群、これらもね、人との出会いで知ることができた作品群、これらの集大成的な知識っていうのをちょっとここでまとめておきたいなというふうに思うので、かなりね、後半ぶっ飛んだ話になるかもしれないんですけど、ぜひぜひ最後までご視聴してください。そもそも僕が見ている幽霊という存在が一体どんなものなのかのお話なんですけれども、人間から抜け出た魂、人体、その人が浮遊している状態、いわゆる浮遊霊っていうのを僕は見ているわけなんですね。生きている人間よりも威力的には弱い。物を動かしたりするのも精一杯だし、なかなか生きている人と比べると思うようにこの世を渡り歩いていくことができない。だけれども、ものすごい長い時間執着することによって生きている人の命を奪うこともある。こういう存在が僕が見ている浮遊霊的なものなんですね。ですが、一つ確実に言えることというのは、どの点をとっても人間よりは弱いんですよ。例えば呪い殺してくる幽霊がいるよね、怨念まみれの悪霊みたいなのが存在するじゃないかと思うかもしれないんですけれども、人間は倫理リテラシーがあるからやらないだけで、実際のところはホームセンターで包丁とかそういう凶器みたいなのを買ってきて、うわーって言ったら瞬間的に人の命を奪うことだって可能なわけですよ。そう考えると、ゆっくり念でぐわーっと殺していくっていうことができる、怖いと言ったとて、やはり生きている人間よりやれることの幅というのは少ないわけなんですよね。そもそもこの 3.5 次元、僕らと同じ物理次元を浮遊している幽霊というのは、周囲が何もない世界に見えるので、孤独で仕方がないと。本当に人間よりも弱くなってしまった存在というのが、僕が見てきた幽霊という存在なんですね。じゃあこれらが成仏するというのは一体どういう時なのかっていうので、以前僕は成仏は2回あるという動画を出させていただいたんですけれども、この成仏は2回あるという動画の中で、いわゆるこの浮遊霊が天上に上がっていく、そして天上に上がっていった幽霊たちが輪廻するまでにわーっと浄化されていって、この世に戻ってくる、この2度の成仏があるっていう話をしたんですね。つまり霊になった後も、さらにそこから新たな存在に生まれ変わるっていう瞬間が来るわけなんですよ。これを死と呼ぶのではないかなっていうふうにも僕は考えてるんですね。みんなが覚えている間っていうのは、霊的な存在、生きている肉体がある時よりも弱い存在にはなってしまうけれども、でもこの世を浮遊することができる、存在することはできる。ってことは、誰しもに忘れられてしまった存在というのが本当の死なのではないかという話なんですね。まあいろんなところで語られておりますよね。リメンバーミーっていうディズニーの作品だったり、ワンピースの中だとヒルルクだったりが、このセリフを言ったりしていますけれども、じゃあ人に忘れられた時が本当の死だ。それはどういうことなのか。皆さん、預言者ピッピって漫画知ってますか？これ最近僕がね、友人に教えていただいて、ものすごくハマってしまって面白かった漫画なんですよ。ちょっと単行本取り寄せなかったんで、ピッコマで読んだんですけれども、ざっくりあらすじを説明すると、ピッピという人工知能 AI ロボットみたいなやつが、地震観測っていうのをできるようになるんですね。要はこの世で起きている事象っていうのを、地震を中心にギュッと集めることによって、何月何日に地震があるよっていうのが予知できるロボットが生まれるんですよ。でそのロボットは子供ぐらいの大きさで、容姿も子供っぽい感じで、一緒に幼馴染的な存在で生きている人間がずっとそばにいたんですよ。でその男の子に言われるんですね。ねえねえピッピー、僕が空が飛べるよっていうふうに言ってよって。そしたら、僕空飛べる気がするんだ。いやいや、そんなことないよと。なんでよ、だってピッピの言ったことは全部実現するじゃないか。違うよ、僕はいろんな物事の事象っていうのを考えて、それらを集約することによって予測をしているだけなんだよ。だから非現実的な願望、そういう人間的な感情は理解できないんだ。なんだよピッピのケチ。そういうふうに言って走り出してしまった男の子は、目の前で車にひかれて亡くなってしまうんです。その瞬間ピッピは
ああ彼に翼が生えて生き返ってほしい、こういうロボットにはありえない願望という感情が生まれてくるんですね。その結果ピッピはあらゆる手段を使って地震以外の情報というのも自分の中に取り込めるように仕込んでいって、最終的にはこの世のデータ全てがピッピの中に集約するような仕組みを作り上げるんですよ。そして四則演算で全ての未来を予言する、例えば何年後のどこどこの国でどれだけの大きな規模の地震が来るかっていうのを寸分の1秒の狂いもなく当てるようになっていくんですね。さあそこから先というのはみんなの注目の的、何でもわかるのかお前はということで、じゃあお前俺がこの卵を落とすかどうか予言してみろ、10秒後にその人は卵を落とすか手に持っているか、それを予言しろっていうんですよ。その結果ピッピはその10秒後の未来を100発100中で当てるんですよ。ありえないじゃないですか。だって卵を手にしている人に運命は委ねられている気がしません？例えば先に落としますって言われたら握ってればいいし、握ってますって言われたら叩き落とせばいいわけじゃないですか。なのに100発100中でピッピは予測をするわけですよ。さらに畳みかけである記者に、あなたは99日後に自殺をします、こういう予言をするんですね。さすがに記者は鼻で笑いました。そんなわけない、俺は死にたいなんて人生で思ったことないし、死ぬわけない、お前がポンコツロボットだって証明してやる。だけど地震を100発100中で当てた、病も治すことに成功した、目の前でその人がどういう行動を取るかを100発100中で当てた、こういう事実が存在してしまっているという時に、ピッピが言ったことは本当になるんじゃないかっていう集団意識が働くんですよ。全員がピッピがこうなるって言ったんだからきっとこういう未来が来るんだろうという予測をしていくわけなんですね。そしてそういう予測をした結果、その記者は99日後どうなったのかというと、あるものを見て自殺しちゃったんです。それは何を見たのかっていうのはぜひぜひ皆さん漫画を読んでほしいんですけれども、実際じゃなくなってしまった、この漫画途中で終わってしまってるんですよ。全然続きが書かれないんですけれども、おそらくですけどこれは作者さんがここまでで描きたいことを書き切ったからだという可能性が高いんですね。かなり今説明をはしょりながら言ったんで、ぜひ本当に詳しく知りたい人は本編を読んでほしいんですけど、何が言いたいのかというと、現実を作っているのは我々の意識であるっていうことをおそらく言いたいんですよね。昔別の動画でお話しした通り、人間っていうのは他の哺乳動物と違って150体以上共存できる理由というのは抽象概念を共有したからなんですよ。神様だったり幽霊だったりっていう存在がどこかで見守っているよね、そういうものっていうのが輪廻転生みたいなサイクルを繰り返してるよねっていう抽象概念を持つことができたから我々は共存することができてるんですよ。例えば犬猫とか動物が群れをなしていて、群れの中に体が弱い子孫が生まれてしまったとすると、群れを繁栄させるため、もしくは維持するためにその体の弱い動物を殺したって聞いても、まあそういうこともあるかって思いません？ところが人間の場合だとそれをやったら怖いって思いませんか？同じコミュニティの中で体が弱い子供が生まれてしまった、よしこの村を維持するためにこいつは殺そうってなるのってすごく怖い発想だなと思いません？別の動物には怖いと感じない、当たり前のように感じるのに、人間だけそれを怖いというふうに感じるのは抽象概念を共有してるからなんですよ。でこの抽象概念こそが神様であり霊という存在なんですね。忘れられるまでの間そこに存在できる理由というのは、全員の共通意識の中でそこに存在する、あの亡くなってしまったあの人は我々の近くにいるんだ、そういう共通意識があるからそこに幽霊というものが生まれるんですよ。だからこの世で覚えている人がいないっていうレベルまで来ると、自分を形成できる要素、つまり現実を生み出す人間の意識というものが存在しなくなってしまうから、微弱な粒子、物理のバーって粒のように分かれていってしまって、また新たに分散し別の生命にそれぞれ宿っていくっていうサイクルを繰り返している。これが霊の正体であり死の正体、そして人間の命のサイクルなのではないかなと思います。繰り返しの中で生まれている人間の意識が作り出している認知の現実、これが幽霊であり、そして我々がいてほしいという共通意識を持ち続ける限りそこにいてくれるんだというふうなことが例には言えるのではないかというふうに思います。これが僕が現状たどり着いた例の正体なのではないかなというふうに思いました。はい、いかがでしたでしょうか。本当にね、途中でおすすめした予言者ピッピという漫画めちゃくちゃおすすめです。すっごく意識
識の正体、意識っていうのは最後補足になるんですけれども、現実的に科学的に存在してるっていうのが証明されてるんですよ。あの MeSBTV っていう番組の前編のアーカイブでミルクティー飲みたいさんが喋ってくれてるんで、そちらをね見てもらえればより詳しくわかるんじゃないかなと思うんですけれども、人間というものの意識は存在し、それが現実を動かすっていうことは物理実験で判明していること。じゃあそれが目に見えないところにまで影響を及ぼし、我々の命を形成していると考えたら、この世っていうのはもっと分かりやすく理解できて、そして強調できるんじゃないかなというふうに思いました。はい、最後までご視聴いただきありがとうございました。皆さんも自分のね意思でこの世を歩き回れる段階、最後に噛んじゃったらごめんなさい。そういうところでね、みんなも意識して頑張って生きようと意思を持ちながら素敵な生きるライフをお過ごしください。最後に格好悪かったな。またお会いしましょう。バイバイ。ゆうたろうです。はい、どうもです。金城です。ボーリーズジャパン。すごいね金ちゃん。どうでしょう。家に黒リボン、葬儀の時につけるリボンですね。ダメだよ。いやー湯気が。めちゃくちゃうまいな。イエーイ。フレッシュだね。若々しい。